こんにちは、Amazon Sサポーター堀秀夫です。最近この外国人が働きたい国ランキングという、まあ、イギリスの HSBC がね、駐在員にとったアンケートの結果が出てました。このグラフ、そこで外国人が働きたい国ランキング、日本はなんと33カ国中32位。まあ、逆に日本に負けたのどこだって気になりますけど、まあ、ブラジルが日本に負けてると、まあ、これ記事の中でね、日本人が海外で出稼ぎする未来なんて書いてありましたけど、まあ、日本人が出稼ぎにね、行くかどうかともかくとして、やっぱり日本っていうのは非常に暮らしにくい、割が合わない国です、実は、ね、で日本よりランキングが上の国にベトナム、フィリピン、インドネシアが入ってるというふうにね、記事の中で書いてあるんですけど、まあ、これらの国って、ね、給料安い、賃金安いと、ね、この地域安い国よりは日本のがまあ全然賃金高いでしょうと、ね、思うのはまあ日本人の感覚なんですけど、まあ、実は同じ能力であれば、ね、ベトナム、フィリピン、インドネシアの方が稼げると、あるいは稼ぎは多少低くても暮らしやすさとかを考えると、まあ、こっちの方がいいと、ベトナム、フィリピン、インドネシアの方がいいというのがね、まあ、駐在の人たちの意見である。で、何がいけないのってことなんですけど、まあ、一言で言うと全てが良くない、ね、賃金については最下位、給料安いと、まあ、常々言ってるように日本のまあ賃金水準安い、でワークバランスについても最下位。ワークバランスって何ってことなんですけど、要は、仕事が大変と、ね、長時間労働とかね、働く環境が良くない、悪い、ね、そして子どもの教育環境についても最下位、ね、学校も良くない、ね、ちゃんとした教育がないと、ね、まあ日本人にはあんまり面白くない話ですけど、まあ実はとても住みにくい国である日本、ね、しかし輸出する商品の仕入れ場所として考えれば楽園です。ですんでね、まあ、せっかく、ね、大変な環境の日本に住んでるわけですから、まあ、日本に住んでるなら、ね、何しろこの安い給料、ね、ワークバランスを無視して安い給料で滅私奉公のように働く人たちのおかげでいい商品が安くいつでも手に入るというね、まあ、本当にこの輸出ビジネスにとっては天国楽園の、状態が日本です。日本に住んでいるのにアマゾン輸出をしないのは大損です、ね、何それアマゾン輸出本当にいいのかいと、ね、気になる方はこれ一番上のところにね、このメールセミナーというのがありますんで、こちらをクリックしてメールアドレスとお名前を記入してね、でこの登録するボタンを押してください。無料でアマゾン輸出の、メールセミナーサポートの募集なんかが届きます。日本に住んでいるのにアマゾン輸出をしないのは大損です。登録を待ちてます。アマゾン輸出サポーター堀秀夫でした。